はい、今日はこちらですね、スリーブなんですけど、100円ショップのね、キャンドゥっていうところで買ってきた、トレーディングカード用カードポケットっていうスリーブですね。100枚入りでもちろん108円ですね。で、普段私使ったのはこちら、アクラスのトレカスリーブジャストサイズっていうのを使ってたんですけど、まあ、特に理由はなくて、ツタヤでね、100円で売ってたんですよね、ずっと。ただね、在庫がもうなくなっちゃってたんで、100円じゃなくて、定価で200円売りなんですよね、今。なので、代替品を探してたんですけど、こちらどうかなと思って買ってみました。で、ぴったりポケットサイズ、64mm×89mm。なんで、リュエマサイズだと思うんですよね。ちょっと開けてみましょう。どうかな。お、あ、中もちゃんと袋に入ってる感じですね。はい、割とね、安いスリーブってそのまま入ってるんですけどね。二重になってるって、なかなか。入って見てもわかんないですよね。ちょっと最初からお礼があるぞ。そんなにペラペラでもないですね。で、横の縫製も割と、縫製というか、こう、切り口、粗悪って言ったらあれですけど、安いスリーブにありがちなんで、ギザギザになったりなんかしてないですね。アクラスの分と比べるとどうだろう。比べても見分かんないですね。あー、そっか、やっぱり定価200円、倍の分と比べるとあれなんですけど、やっぱりちょっと薄いですね。 かなり薄い。透明度もやっぱり若干ちょっと透明度もあれかな。悪いって言ったらあれですけど。なんで、あれ、どうしたっけ。カード、透かしてみると、ちょっとキラキラ、光ってるカードいいかなと思って用意したんですけど、こんな感じですね。キャンドゥール。で、アクラスの分だとこんな感じ。はい。ですね。透明度若干劣るかなっていう感じですね。で、なんか入るよね、入るよね。はい、あ、ちょうどいいですね。はい、こんな感じでちゃんと入りますね。で、よくあるのが、ここはちょっと飛び出たりするんですよね、あのカードだけど、ちょっと見づらいですけど、ギリ入ってる感じですね。ギリギリ、飛び出てはないです、カードがね。なんで、まあちょうどいいのかな。はい、でいわゆるキャラ3とかいう二重目の分に入れた状態ですね。で、まあ入るんですけど、実はね、結構入れにくくて、っていうのが、横がね、若干大きいんですよね。今気づいたんですけど、入れるときに気づいたんですけどね。なので、ちょっとね、幅が大きいので、入れにくかったですね。で、アクラスの分と、ちょっと見にくい、見にくいと思うんですけどね。幅がね、大きいんですよ。ちょっとだけ。多分誤差の範疇だと思うんですけど、このくらい。見にくいですね。このくらい大きいんですね。なので、二重スリーブとかにするにはちょっと使い勝手悪いのかな、もしかすると。まあちょっと気をつけて入れればね、全然入るんで、なんですけど。どうだろう。こちらの分ですね。キャンドゥで買ったこちら。サイズ表記は
同じなんですけどね、まあ誤差の範疇なのかな、まあ、ちょっと厚さも薄いですしね、うん、どうかな、大体ヒントまではいかないかな。まああのファイルにね入れて保存しているので、私がですね、なんでその時には使えるのかなと思います。じゃあなんだっけ、キャンドゥで買ったトレーディングカード用カードポケット、ぴったりポケットサイズでした。じゃあ以上です。